ということで奈良着きました。イエーイ。今から宝石箱だっけ。はい、ブルシードです。ブルシード。よくかき氷屋さんで。めっちゃかき氷ありますよ、どこにでも。え、すごい。なんかもうすでにかき氷屋さんアホみたいに見つけたよな。なんかもう多分駅出て3歩ぐらいしか歩いてないのにかき氷屋さんあったし。3歩は見過ぎる。ちょっと思った。今奈良駅初めて来まして、あのめっちゃおしゃれ。ほんまにおしゃれ。びっくりしてる。おしゃれです。おしゃれおしゃれ。ほんまおしゃれなの。1年ぶりに来ました。あ、1年ぶり。今日今から行くとこは行ったことあります、うん、あ、じゃあ今日は、かき氷巡りってことで、うん、何個か巡ると思うんやけど、そこ行ったことないお店もあるってこと。そう、この前行きたくて行かれへんかったお店を勝手に入れました。あ、やっば。見失おくやん。今日ってあれやっけ、2人旅やっけ。あれ、いや、寺森女子会のはずです。え、そうやんな。なんか女子でなんかしたことな、いろんななんかどっか行くとかなかったから。そう Vlog 撮ろうみたいな話やったやんな。そう。あれあれ、一人足らない。しかもなんか意外な人が足らない。え、そう。なんか私足らんとかやったらまだわかんないけど。いや、足らんもまだわかんない。なんか一番しっかりしてそうな人がおらんっていう。あれ、おかしいな。まあもう来るでしょう、言うてる間に。ってことでちょっと向かっていきたいと思います。イエーイ。着きました。イエーイ。かわいい。かわいい。ここからもうかわいいな。ということで、ゆうき来るの待って、まあ、あともうちょっとで入れるんで予約はしてくれたんですよ。ゆうきが予約してくれたからトントンってことで、まあ問題。仙人くん、仙人くん、まあ後で絶対いいのか。はい、ということで、あ、おはようございます。ごめんなさい、あの寝坊じゃないです。あの、電車遅れてて遅れちゃったので、ちょっと許してほしい。珍しいな。すごい。え、かわいい。それ何？トンボ玉のかき氷のイヤリングとピアス。買いや。かわいい。え、去年買いましたよ。あ、そうなん？なんで今日着てるの？え、なんかかき氷屋さんにかき氷のピアスちょっと恥ずかしいなと思って。え、そんなんつけるよ。ここに？好きやろ、かき氷だって。かき氷好きですよ。え、かき氷がアイスだったら。かき氷ってアイスやったらどっちが好きな？かき氷。あ、そうなん？そうなん？え、じゃあもうつけや。もうなんかつけなあかん。買ってるか？かき氷ブローチ、こんなん。かわいい。買ってるか？めっちゃかわいい。ブローチいっぱいつけようかな。え、てかめっちゃかわいいアイテムケース。ほんまや。買ってるか？お姉さんたちが買ってるか？でいいで。割り勘で買うで。割り勘で買う。割り勘。500で完売してます。ありがとう、ゆき。予約してくれたから。もう争奪戦でした昨日。ほんまに、なんか予約するよ、手伝うわって私言ったのにさ、大忘れ。大忘れしててさ、え、何それ何それ。これ欲しかったの。え、すごい。そうなの。氷の食文化やって。え、すごい。宝石箱やん、これこそ。ほんまですね。飽きれんなよ。ほんまですね。かわいすぎる。パステルフルーツ。かわいすぎる。めっちゃかわいい。上にぶどう乗ってる。めっちゃかわいい。え、宝石箱やん、これこそ。しかもマンゴー食べれるかわからんのに、かわいいからマンゴー頼む。食べれるか、食べたので。いいです。食べたので。どっちは大丈夫です。マンゴー切れた。マンゴーはあんまり。そう。はい、ありがとうございます。器めっちゃかわいい。かわいすぎる。見た目もかわいいし。いや、めっちゃかわいい。食べたい。美味しそうすぎる。やばい。シロップがやばい。一瞬なります。なんで。しかもあんま美味しかった。一瞬回りました。え、でも一番デザインもかわいい。デザインできる。いただきます。やば。写真撮ろう。写真撮ろう。忘れてた。待って、どうやっていい？間違いない、柔らかい氷が。うまっ。いきます。うまっとか言っちゃった。え、待って、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。えぐい、うん、口溶けやばい。ふわってすぐ溶けるし。え、待って、桃めっちゃ美味しい。これラズベリーの氷初めて食べたけど、うん、ラズベリーつぶつぶしてるのかな。つぶつぶ感もあって、上に多分カスタードのクリームかな。カスタードって生クリーム。めっちゃ美味しい。生クリームかかき氷とクリームは合いますよね。うん、氷がふわふわ、うん、なんか出てきた。うん、あ、ぶどうや。
ほど。ちょっと来た。え、一回、一回アプリ発掘。発掘。すごい、発掘した。氷にくいな、なんでこんなこと思うの。氷をちょっと口が冷たくなった時に飲むお茶が最高。すごい、皆さんこれ普通の蜜だと思ってあったかいです。なんか落ち着いてるし、水の雰囲気も騒がしくないし、いろんな人が来やすいなと思って。いいですよね、うん、まじかき氷屋さんで働きたい。なんで働いてない。なんか地元のところは一回応募したんですけど、まさかの連絡返ってこなくて、ギャルすぎたのかな。ギャルすぎたのかな。なんかかき氷ってさ、こんなにボリューム大きいからこんなにお腹いっぱいになるのかな。めっちゃ溜まってるかも。脳は多分してる。かき氷のいっぱい巡るコツあるんですか。そんなの名古屋かき氷マスター教えてください。マスター、なんか甘いじゃないですか、うん、かき氷って結構、うん、で食べてたら、みゆの場合はなんかお腹とか頭痛くなるとかより口が甘さにやられるんですよ。あ、それを防ぐためになんかしょっぱいパン1個持っていくとか、じゃがりこだけ持っていくとかで、その歩いてる途中にちょっとつまむみたいな。あれか、口がスイパラで昔中学校にやってた方法と一緒やったけど。スイパラパリ懐かしい。あのスイーツ割り食べるやんか。食べてで、もう甘いのいらんってなるやん。で、なった瞬間にポップコーンで、ポップコーンいってあ、じゃポップコーンか、もしくはあのちょっとパスタとか置いてくれて、全部あって、なんかそっちを食べますっていう感覚やったら、多分塩分チャージするみたいな。ほんなら無限に食べれるっていう。ごちそうさまでした。もういけます。ほんまに今日ご飯いらんと思う。ごちそうさまでした。おいしかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そう、海行くみたいな感じ。どうですか、今日のポイントは。今日のポイント、これ980円です。なんて980円。いい買い物でしょ、うん、大阪人って安い買い物いいでしょって言っちゃうから。確かに。ちょっといつもより大人っぽい。そうね、かわいい女子旅。靴何をしたらいいか分かんない。でもいい、めっちゃ似合ってる。あ、そうです。ゆきさんもかわいい。いつも着てるワンピースです。ワンピース楽よな、この時期。ワンピースいいですよね。この前サンタのアウトレット行ってさ、服買った。終わり。何とかじゃなくて終わり。さっきさ、かき氷食べた後めっちゃ一瞬ずつやばかった。え、なんか痛い言ってたな。そう、痛なった。めっちゃこれが噂のアレンちゃん。キーンキーン。あの問題出しましたよね、過去の動画で。あ、出してた。あ、なんか言ってたかも。なんか、あ、そう、アイスクリーム頭痛って言うんですけど、うん、アイスクリーム頭痛がなんで起こるか勉強したんですよ。やばい、好きすぎや。もうなんかアイスクリームというかそこら辺のさ、専門家なれば間違いない。そっちの方が向いてんだよ。間違いない。いや、なんかかき氷とかアイス好きって言ってる以上、うん、聞かれた時に答えられるようにしとかなあかんなって。やば、プロ意識高。かき氷のプロ。間違いない。なんか2個あるらしくて、うん、1個がなんか口とか喉に神経あるじゃないですか、うんうん、その神経が急に冷たいものが来たら、うん、なんか冷たいと痛いを勘違いするんですって。その冷たいけど、うん、痛いに変わっちゃってるから。あ、なるほどね。痛いってやって痛くなる。へえ。もう1個がなんか急に冷たいものを食べたら、うん、体が縮み込まれるじゃないですか。うん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 。で、寒いってなるから。そうそうそう、うん、で血流を多くするために、うん、脳がいっぱい血流してるって。あー、その反動で頭が痛い。へえ。すごい、ちゃんと説明できてる。ちゃんと説明できてる。しかもちゃんと多分そうやと思う。おもろ。すごい、勉強しました。みゆいつもそんなないのに才能。ちょっとそんなこと言わない。そんな勉強の才能がないのにってこと。ごめん、主語抜けすぎた。どういうこと、勉強の才能がないの。それも失礼じゃん、普通に。大丈夫大丈夫、普通に失礼。ここ勉強できない組やと思うから。確かに。ちょっと違いますよ。あ、怒ってる。違う、ものさんはちょっと違うからな。怒ってる怒ってる、うん。え、てかここ奈良、京都じゃなくて奈良。奈良、マジでなんかおしゃれな感じの人少ないバージョンで、めっちゃそう、五重の塔って何、五十個塔がつながってる感じ。五十じゃなくて、五ゼロの五十じゃなくて、うん、五重なる塔です。ああ、あれ
あ、そう、見えてる見えてる。それちょうど見えてる。今3個しか見えへん、5個見えへんけど。あれ、5個重なってるの。そう。そういうこと。全然来たことないかも。いや、なら。近くに参りました。あら、ほんまや。近そうでまだ遠い奈良って感じやもんな。奈良ラバー？奈良ラバー。奈良ラバー。やばい、怒られるドリカム様に。あれ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 。えー、かわいい鹿。え、ここは奈良公園ではない？てか、鹿も寝られてるし。猿沢池っていうんや。あの、猿沢池。そうそうそう。大量の鹿ちゃんたちが、ほんまや。あそこにいまーす。お尻フリフリしてる、かわいい。鹿つ、え、角どっかい。てか、あの子めっちゃ、ボス絶対。うん。綺麗、ほんで、角。うん。こんにちは。あれ行っちゃった。やっぱ、餌持ってないから。お前らには興味ないって言われた。じゃあ。行きますか。奈良公園行きましょう。はーい。あら。見えてきましたね。五重の塔。五重の塔です。おお。大きいですね、五重の塔。おもや、めっちゃ大きい。比べてみます。私が前に進みます。何を比べる？一番年上ですけどね。違いない。確かに大きい。資格対象ならんすぎた。大きい。はい、チーズ。はい。今日は暑すぎるって。無理。なんかさっきかき氷食べたばっかりね。かき氷貯金なくなったもん。もう貯金ない。貯金してる今。もうな、もう鉄、もう貧乏神してた。そう、暑すぎる。今奈良公園に向かってる道でも日陰が全くない。すいません、日焼けくるき日傘です。涼しい、涼しいとこ来たよ。なんか、うん、え、なんかあれ知ってます？氷みくじ引けるとこ。何、氷みくじ？あ、そう、みく、おみくじやりたい。おみくじやりたいですか？え、めっちゃ引く。え、なぜか、なぜか、なぜか、めっちゃ引くの。え、氷みくじって何？なんか、紙もらって、うん、あの、おみくじ引いて。全然聞くつもりない。ごめんごめんごめん。聞いてる聞いてる。今の悪かったな、今の。ごめん。紙もらって、何も書いてないんですよ。うん、で、氷の上に乗せたら、あの、水で、この、文字が浮き上がってくる。すごい。氷なんや、それが。氷しろ。氷いいな、この季節めっちゃぴったり。え、ほんまに、だってうちは今日氷縛りの食べる。そう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 。縛ってないけど。氷で縛られてるから今日。だからもうそれやったらもうそこ行くのかもしれない。氷室神社ってやった？はい、氷室神社。じゃあ早速行きましょうか。はい、レッツゴー。ゴー。いや、かわいい。近づいたら逃げるかな。こんにちは。大丈夫やで。え、めっちゃ可愛いこの子。小鹿ちゃん、めっちゃ怖い。ボンビ行っちゃった。ボンビってしか普通だし。ボスの子がいます。目が目細そう。目細めてる。暑いんかな。怖い。暑いんか。来たよ。こんにちは。はい、よ。来たよ。おっとおっと、来た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 。あー、ふくふく、ちょっと雨だって。ダメ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 。ミユがしかも連れてます。しかもミユが連れてます。めっちゃおもろいねんけど。やばい、見る見る見る。大名病です。はい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 。いります？いります？いるねんけど。だって今近寄られる。角、角来た、角来た。近寄られる。走れ走れ、ミユ走れ。ミユ走ってみて、走ってみて。ミユ走ってみて、ミユ走ってみて、走ってみて。いや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 。あ、角来た、角来た。みんなもうないって。もうないって。あんた、やば、めっちゃ、え、よだれだらけ。鹿のよだれだらけ。やばい、見て、後ろ後ろ後ろ。うわ、来たな。鹿せんべいのカスみたいなついてる。やられた。やられた。ここめっちゃ噛まれた。ほんまや、お腹も噛まれてる。やられましたね、鹿に。美味しかったですか、鹿せんべいは。美味しかったですか。まあ、もう、いつも同じ味やねん。あ、そんなじゃあ好きじゃないの。せっかくミヤがあげたのに。いつも同じ味でな、ほんまに。なんかそろそろちゃうフレーバー欲しいわ、思ってたからやな。
なんか誰か言うといてもらっていい、あの店に。オッケー。チャフレバー入れてくれて。オッケー。じゃあ何フレーバーがいい？いちご。いちご。いっちゃった。いちごって言い残していっちゃった。あらららら。かわいい。はい。チカでした。氷室神社です。氷のおみくじがあるという。はい、氷室神社に行っていきます。あ、チカおる。すごい。どこにでもおるやん。どうぞ。よし、これ受けちゃいます。聞いていきたいと思います。はい。もうやばない、もうやばない、みんなやばい。顔な、顔終わったな。終わった。行きます。チャク使うな、そんなとこで。お、出ました。え、11これ見えるの。え、怖、ドキドキやるけど。ふぅ、おぉ、お、すごい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 、いっぱい出てくる。え、何見吉これ。大吉。さすが大吉。すごいすごい、見て見て見て、なんて書いてる。大吉、お願い事思い通りだが油断するの。大吉ちゃんだ。おいおい。旅行計画通りに運ぶ、イエーイ、はい、商売バイバイもそんなし、はい、計画も努力すれば結果やし、勉強しようかな。ああ、いいかも。で、恋愛、幸福な出会い。おお、ありがとうございます。で、縁談、守備よく、守備よく整う。はい。で、急がぬが吉、出産、安心性、安産、安産。じゃあ今年出産しましょう。はい。は。はい。は。はい。見えようか。あ、でもなんかいい感じのことが書いてる。いい感じ、いい感じ。うん。いい感じ、感じ。何やろ。あ、え、見えも大吉ちゃん。大吉ちゃん。大吉。やった。やった。行きます。はい。おお、でも良さそう。え、なんかさ、嫌な予感するけど、全員大吉？これ。いきますよ。うん、おい。優しいよ、みくじ。大吉でした。嬉しい。嬉しい。え、これ、しげもんさん。友達おる。え、ツーショット撮れた？はい、もう一度撮れた。ということで、暑すぎてどこに行きましたか。スタバ。奈良まで来て、スタバ。え、かわいすぎる。よしよし、スカちゃんがいます。めっちゃ怖い。スタバ、スタバ仕様の。ガガクくさい、おいしい。でもガガクくさいというタイミングとおいしいのタイミングで どういう状況か分からない。うん、めっちゃ柚子やん。めっちゃ柚子。柚子ジュース。ベーコンだけ欲しい。嘘です。いいでしょ。そうそうそう、ベーコン半分ちょうだい。半分、全部いらん、全部いらん。これやばい。うまっ、マグマ。でっかいな、一番取ったらあかん。ベーコンだって一番でっかいベーコンだって。うまっ。いただきます。モーニングルーティンみたいな。バカをしてきたんだけど。別にそうなんで作ってるか。おいしいです。もっとない。美味しそうじゃないよ。食レポしたもん。と今びっくりした。美味しい。おいしい。嬉しいねだもん。ほんまに美味しい。もっとない。もっと。え、おいしい。どこが。ということで今東大寺に向かってます。はい、東大寺。うわ、めっちゃセント君のバス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 。ほんまや、すごい。映して。あ、鹿。鹿か。え、鹿。登れんの、あんなとこ。どうやって登ったん、鹿。登れるでしょ。やば。鹿舐めすぎ。鹿舐めすぎ。ごめん。はい、ということで東大寺に向かってます。あの、なんか寝っ転がった大仏見に行こうと思って。うん。有名よな。でも寝っ転がってるのは鎌倉じゃなかったでしたっけ。あ、そうなの。違うっけ。じゃあ大仏見に行きます。ただの。お尻。お尻可愛いね。色違うの。あ、ごめん。ちゃんとご飯食べてね。ちゃんと草食べてる。えらい。鹿せんべいじゃなくて。鹿に襲われたか。そう。かわいい。かわいいな。バンビバンビ。どうですか？女子旅。楽しい。楽しい。なんか、
めっちゃいろんな話したのに動画回してなかったっていうポンコツな話する。間違いない。結構なんか恋愛の話ばかりしたのにね。真面目にね。おおやばいやばい、止まってくれてる、止まってくれ、止まってくれてる。奈良ファーストですね。違う違う、シカファーストですね。奈良ファースト、奈良やね、ただの奈良やね。それシカファーストすぎるな。ほら氷、しかも安い。うどん美味しそう。ちょっとうどん食べていい、うん、結構ガチトーンでうどん食べていい。見てて、ダルそば来ました。もうね、あのお腹すきすぎて間違いない。かき氷じゃなくてダルそば、ダルそば、氷縛りな、外れたのかした、うん、食べちゃいます。めっちゃいいじゃん。さっき一番氷縛りイエイとか言ってたのに、まあ、ちょっとめっちゃおもろいことが発覚したんですよね。え、うん、何やったっけ。じゃあなんか私がそのミユのインスタのリアカをフォローしてないってなんで、うん、インスタをフォローするわって話をしてたら、うん、え、なんか今までフォローしてなかったら仲悪いやんみたいな、ハハハみたいな2人があったんですけど、その後なんか、そういえば私京介フォローしたいわって新山さんが言って、京介のプロフィール教えてって言われたから、ユーザーネームを教えたら、なんかプロフィールが表示できなかったんですよね。これは一種のブロックの特徴でして、私、なぜか今日すでにブロックされてる。リアがブロックされてる。なんでだ。どうですか、おいしい。おいしいです。甘め、うん、めっちゃ甘め。ほんまにかき氷食べれるんだ、ミユって。美味しかった、すぐ食べちゃった、うん、早っ。てかさ、うちは食べる速度も一緒やんの。早っ。はたぶんめっちゃ早い方じゃない。めっちゃ早い。じゃあの、一蘭でバイトした時に、もかない、うん、もかない、何なのか、一蘭って割引やな。だから、ラーメンを200円ぐらい食べれるとか。へぇ、100何円、めっちゃいいな。食べれる、替え玉とかめっちゃ安くで食べれる、うん、休憩、15分休憩が4回あるみたいな。例えば8時間決めて1時間を分けて取られるね。だから15分の間で食べなかったとか、うん、替え玉2回して、替え玉2回、15分の中で替え玉2回食べてた。3個の人生って。そう、ようこんな細い体に入るなって感じ。マジで、さすがに替え玉は1回でいいですもん。なんかしかもつゆ全部飲んだし、あ、今日は3回じゃなくて替え出てた、あのつゆ全部飲んだ、めんつゆ。これ塩分塩分カットですよ。塩分カット。でもめっちゃ残ってんもん。ほんまよ。塩分ちょっと残った。塩分カットですよ。なんかめっちゃ干してた。体が。干してた。熱いし。熱いし。今日しかからやっぱりブロックされた。その特徴は。ブロックやった。笑い事じゃない。え、えぐいねんけど。普通にブロック。なんで？なんか悲しい。でも仲いいおもろって言ってる今日すけ。仲いいと思ってたのに。って言いながら、なんでなんおもろって言ってるから。え、マジでおもろい。悪気はない。悪気はないブロック。みんなも気をつけてください。なんかストーリー見るかなと思ったら、うん、ブロックされてる、ブロックされてるんで気をつけてください。はい、ということで完食しました。はい、ごちそうさまです。じゃあ東大寺に行きましょうか。行きます。やっと寄り道しましたけど、バイバイ。はい、ということでね、さっきお会計してたらありがとうってゆうきに言われて、間違えた間違えた。なんかそういえばタメ口ってミュー使ってきたことない。なんかゆうきはね最近結構タメなんですよなんかタメじゃないんですけどね、一応。でも私そういうの全然気にしないんで全然いいんですけど、なんかなんかそう、ミユはタメ使われたことないなと思って、ここからさ、タメ口で話してみて。私ら2人にタメ口、そう、じゃあうちが2人に敬語使うわ、逆にいやいや、私年功序列使ってる。そうそう、逆にしよう。じゃあ、よーい、スタート。東大寺着きましたね。着いたで。わぁ、無理や。え、映してや、映してくださいよ、ミユさん。みさん映してください。もう喋ら、いつも喋らんのにもっと喋らんくなる。もっと喋ってくださいよ。喋ってください。え、私めっちゃ喋ってほしいと思ってるんですよ、みゆさんに。え、喋るコツ教えて教えて。ぎこちないですね、なんか。なんか、え、喋り方おかしくない？なあ、しげもも。なあ、しげもも。ぎこちないよな。そうですね、ゆうきさん。そうですね。みゆさんめっちゃ結構なくない？ない？なんか、これ失敗したら次のかき氷おごりで。やばいやばい。無理すら無理。いや、一番失敗した人がおごり。でもそれめっちゃすごい。見て見て、めっちゃでかいですね。これ東大寺。これ東大寺です。え、わかんないですけど、でもなんか多分東大寺だと思う。うん、雰囲気大きいし、そうだと思います。うん。敬語になるとちょっと標準語になっちゃう。そう、関西弁が抜けてしまって。わかります、わかります。え、わかります？わかる。めっちゃわかるそれ。
なんか敷居をまたぐって言うなんだダメって言って。どうですかみゆさん、ありがとうございます。すいませんね、カメラ持ってもらってごめんなさい。私が持った方がいいですよね絶対。ムカつかれてる。え、なんか喋ってもらっていいですか。なんかさっきから全然喋ってないなって思ってて、正直な話。何喋ってほしい。かわいい。かわいい。かわいい。と大事にやってきました。今から大仏に行ってきます。結構すごいな、うん、はい、行きましょう。はい、今から、はい、めっちゃでかい。あのなんかちっぽけに見えるかもしれんけど、 GoPro からしたらめっちゃでかい。ほんまに大きい。なんかしかもなグリングリンしてる。マジでグリングリン。グリングリン。なんかなかったっけ。そういう曲あった。青空には小鳥が歌われる。グリングリン。そう、それ。はい、プラベーシュ。めっちゃ逆光ねんな。すごい大きい。めっちゃ大きい。近くまで行ってみましょうか。色が、色が茶色でめっちゃいいですね。うん、素敵。大きい。あ、歩いていってください。何の何のあれですか。あのブログのための、うん、こうあのおしゃれな後ろ姿。同じ方向に回らないんですよ、大体。うち、あっち回り、あっち回りする、あっち回りして。ちょ、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 そういう問題じゃない。そういう問題じゃないから。もう何でもいい。じゃあ、回りや、回りや。いいです、いいです、回りや。楽しいですよ、見ときますよ。おらんのよ、こんな人。おらんのよ。こういう、なんかその、こういうとこおらんのよ。おごそかな場所に、いてはいけない。すごい、マジでかい。今めっちゃ大きい。これ大きさ伝わるかな。え、ちょっと貸してください。やります。出た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 。私これぐらいやるんですけど、100人分ぐらいやるから。いやすごいね、これは。超大事です。ちゃんちゃんな。はい、真ん中真ん中。イエイ。はい、来ました。イエーイ。ピースピース。前髪ない。前髪ない。とか言わない。さあ大仏を、はい、見に行きますよ。はい、行きます。すごい。やばい。見て。お、めっちゃ綺麗に撮れてる。え、動画撮ってるやん。動画撮ってる。それこそ伝わらんとかで写真やったら動画の方がいいかな。すごい。よいしょ、行きますか。え、なんかこっちも見たことあるぞ。うん、そうだね。すごい。あれ見たことある。あれもすごい。全部見たことあるね。知らん。でも見たことある。もう国項目線。へえ。すごい。なんか建物の作りも木造なのかな。全部そうですよね。うん、ですよね。すげえ。浄化しました。はい。すごいね。え、マジで。え、かかった。ね、思ったより大きいですよね、うん、え、てかあのやばい、教科書に載ってたやつがほんまでかすぎてびっくりした。そうそう。じゃあ一旦東大寺を後にしてかき氷行ってきまーす。バイバーイ。もう気づいたら24歳とかじゃないですか。25ね。そう。人生早くないですか。ほんまに早い。めっちゃ早かった。だから大学生って4年間あるからめっちゃ長かった。違います。ほんまに。この先、まあ、なんか YouTube もやるかもしれんし、なんか普通にまあ結婚とか出産とかして、まあ、順当な人生歩んでいくのもなんか、まあ、それはそれでいいけど、もっとなんかやりたいなと思います。私は何やりたい。でもなんか今から大学とか行くのもいいなって思います。もう一回。でもなんかうちそれ企画でやりたい。ほんまに勉強したことないね、ちゃんと、うんうん、だからなんかちゃんと勉強するのを一回やってみたいな。なんかでも大学は無理かな、私は。だから全て、例えばなんか資格試験とか、なんかそういう系やったらやりたいなとか思ったりもなんか。てかさ、普通になんか話全然変わんねんけど、 YouTube をやってることで、なんか例えば彼氏とかできましたってなった時、だってめっちゃ話変わった。びっくりした。今180度以上変わった。なんかこういう方の人生でね、YouTube やるに置いてってことだよね。そうそうそう。で、YouTube やってることを、なんかまあ、もともと知ってる友達だったら、まあ、あれやけど、誰かかって、知ってなかった時に、言える ?YouTube をやってますってこと、言える?ミュは、別に、全然言うけど、
見てほしくないし、興味ない人、YouTube やってることに対して興味ない人がいる。あ、それは確かにそうかも。言うだけじゃないですか、撮影とかあるから、この日集まらへんでみたいな、なんでみたいになるから、YouTube に必要あるからって言いたいけど、見なくていい。いや、めっちゃそれ、うち見てほしくないよ、自分の YouTube。そうなんよ。え、恥ずかしい。なんで？なんか、美容系とか、メイクとか、なんていう、その、ダイエットとか、そういうのは可愛いやん、まだ。だから、自分を可愛く見せるためにやってる。だから、なんか、可愛くなるために。だから、見ててもいいんやけど、なんか、すごい、ペラ盛りってエンタメやん。なんか、だから自分がボケ倒せるのもあるし、なんてやろう、人によっては面白くないと思う人もいるし、面白いと思ってくれてる人がね、今見てくれてるんですけど、でも興味を持ってほしくない。あ、でも教えるかも。チャンネル名も教えるかも。あ、そう。実は YouTube やってるんですよ。え、なんなんって言われたら、いや、チャンネル名は言うけど、みたいな。まあ、え、マジそんな感じ。仲いい友達とやってて、みたいな。頑張って見つけて、みたいな。なんか見つけたらいい。なんか発見とか出てきたら見ていいけど、みたいな。自分からは言わん、みたいな。言える？全然言えます。え、見てほしい？え、なんか見られた結果、すごいなんか口出しとかされるんやったら嫌やん。あ、それは嫌。なんていう、例えばめっちゃ見て、この人がやっぱり思んないやとか、なんか、うわ、これなんか男とくっつきすぎちゃうとか、メンバーって言われたりとかしたら、とかあれ、ツッコミ弱ない。そう、編集下手ちゃうとか言われたら、ほんまにきついけど、普通に面白いって言って見てくれる方にも全然いい。だって普通に私、あんま変わらないんですよ、動画内でも。動画の想像もそんなに性格変わらないし、いや、私も性格変わらんけど、なんか恥ずかしい。ブラで見てくれてるのは別に何でもいいけど、あの動画見たねとか、これ面白かったとかはちょっと言わんといてほしい。見てないふりで見てほしい。いや、私は一切見てほしくない。分かれる、こんなに1、2、3みたいな。多分わか思わんと思うけど、結構乙女キャラで、え、シリウムさんブルースです。乙女かわいい、めっちゃ。でもなんか過去の恋愛話とかあんまり聞いたことなかったけど、なんかプラモリでこう女子で話すようになって、あ、そんな感じやったんやって思う。意外と性格変われへんけど、なんかそのなんていうの、あ、そう、作るとかないね、彼氏の前でぶりっこするとかそういうのじゃなくて、このままの性格やねんけど、なんか気使うめっちゃ、うん、ちょっとだから、例えばまあ別に仲いいし、彼氏仲いいしあれやけど、なんかちょっと出かけるってなったらちゃんと気合い入れて髪の毛セットして、可愛いけど、で、なんか洋服もちょっと可愛いの着て行くとか、なんかデートやったらそんなしちゃったりとかするんやけど、するんですよね、とか一緒にディズニー行きたいとか。いいと思う、絶対そっちやもん。そういうなんか一緒にどこか行きたいとかもめっちゃあるし、まあ、振り回すけど結構わがままやから、振り回すけどなんかずっと可愛く見られたりとか思っちゃうもん。なんか彼氏とか好きな人の前で可愛く入れる女でありたい。確かにめっちゃ仕様だから、やば。いやー、まあ、だから慣れたら結構仕様、対応は仕様でほしいけど、見た目とかそのめっちゃ前髪いくつれてないかなとか気にしちゃう。その例えばすっぴんを知ってる彼氏だったら知ってるんですけど、すっぴん知らん彼氏だったらめっちゃ早く起きてさっきメイクしちゃうかもしれない。やばすぎー、横で多分グーグー寝てる。さっきメイクしちゃうかもしれない。まあ付き合ってでもなんか慣れたらな、まあそれなりになればあるけど、初めとかはそんな感じかも。かわいい、ありがとうございます。美味しそう、美味しそう、来ました、いただきます。マジ自分のことをさ、うん、全て受け入れてくれて理解してくれるじゃないと結婚できんから。あとわがまま全部聞いてきて、全部というかわがまま言っても怒らん人じゃなくて、年上がいいんじゃない、長井さんや、めっちゃ年上とか。長井さんは無理らしいです。じゃあ、みゆが、みゆの格好行きましょう、食べます。今まだみゆ25、6で結婚したいと思ってます。今日は、うん、え、そう、今はな、5やで、5やで、1まで5で、これやから無理やって。なんでなの。いやいや、6には結婚して、1年ぐらいは2人で過ごして、28、9ぐらい、37前に子供を産みたい。1人目、はい、理想、理想、理想です。理想と現実違いない。理想でした、私もそれが現実。今、彼氏もいません、結婚もする予定ないですっていう状況です。お疲れ様でした。
はい、ということで、はい、終わりました。終わりました。結局2つしか食べてないけど、ミユミツ食べてた。そうだね、お蕎麦美味しかったですね。美味しかった。結構奈良って来たことなかったからめっちゃ満喫できたかなと思うんですけど、どうですか？めっちゃ楽しかった。ほんまに楽しかった。鹿食べられたけど、そう、めっちゃやばい、もうびしょびしょやってよだれだらけあったもん、鹿の衝撃映像すぎた。ほんまに。ぜひ皆さんもね、このちょっと暑めの時期にぜひかき氷、ほんまに3歩歩いたらかき氷さんあるから、ほんまにすごかった。ぜひ奈良でかき氷旅してみてください。はい、ということで、そんな食べなかったくせにかき氷の CM するんですね。東大寺もすごかったです。はい、ということで女子旅終わります。バイビー。バイバイ。コメントたくさん待ってます。イエーイ。女子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